どうも、いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。お世話になります。あ、どうぞ、おかけになってください。失礼します。はい。じゃあ、お飲み物だけ先にちょっとお伺いします。え、ホットコーヒーお願いします。ホットコーヒーで。はい。あ、じゃあ、しなさん、ホットコーヒーお願いします。はい、かしこまりました。はい、今日は、オイル交換ご来店ありがとうございます。いいえ。はい。おしぼりですね。おしぼりですね。はい。ホットコーヒーになります。はい、まあ、どうぞ、召し上がってください。はい。ちょっとお待ちいただいてる間に。はい。はい、おしぼりおしぼりですおしぼりで召し上がってくださいってどういうことですか。はい、おしぼり召し上がってとりあえず開けてみましょうかね。はい、おしぼり召し上がってください。どうぞ、ちゃんとおしぼりなんかありますんで。ちょっと待ってください。はい。何が出るかな、何が出るかな。さあ、お、冷えてますね。いや、おしぼりですから。え、おしぼり冷えてないとやっぱり。あら、なんかちょっと緑緑緑ですか。お、なんかお、おしぼりがなんか怪しげなものですね、これ。おしぼりが出てきました。さあ、夏の秘策といえば、さあ、何でしょうか。こちら、きゅうり。きゅうりですね。これも、しかもただのきゅうりではなくて、いただいていいですか。いただいて、どうぞ。おいしいですか。ちゃんと味付けされてます。タラのキュウリじゃなくてちゃんと塩味になって、じゃあホットコーヒーも合うと思いますんで。じゃあ、合わないですかね、ホットコーヒーとは。じゃあ入ってないです。すいません、入ってないです。ちょっともうそれだけのために持ってきましたね。んー、それで。おいしい。今日長谷さん何本目ですか、それ。2本目ですね。ありがとうございます。今日はこちらのキュウリをですね、品木さんが用意したわけではないんですけれども、うちの松尾の方が、朝からみんなで食べようということで一人一本ずつ配られまして、なぜかちょっと私と中山にはちょっと2本ずつちょっと配られておりましたので、塩分補給も兼ねてですね、今長野マネージャーにちょっと代表して食べていただいていますけれども、お味の方はいかがでしょうか。いや、これ冷えて美味しいんですよ。もう夏は大体毎年食べられる感じですか。いや、今年初めてです。あ、そうなんです。今年初めてなんです。今年初めて。意外にも。ああ、なるほど。下井さんはキュウリは好きですか。はい、あ、こういったのは好きです。塩味。なんかいかにもなんか取り繕ったちょっとコメントでしたけれども。はい、まあ、夏はですね、本当に体を冷やすっていうのが、まあ、大事、まあ、冷やしすぎないように しながら温度管理をしないといけないんですけども、私たちはもう毎日ですね、今この暑い中頑張って、洗車とかしておりますし、まあ本当に最近猛暑ですので、真夏は水を外に撒いて打ち水しながらキュウリを食べるということで、皆さんもですね、ぜひご家庭でこういうふうにラップに包んで、まあ、これ冷蔵庫に実は入れてあったんですけど、キュウリをですね、これは塩で漬けてあるんですかね。はい、塩をまず揉んで、はい、それから、まあ、ご自宅だったら多分キッチンペーパーになると思います。あ、はい、キッチンペーパーをちょっと染み込ませたような形なんですね。あ、ですね。で、冷蔵庫にポイと、はい、そしたらもう次の日の朝には完成と。完成です。ということで、朝からまあ塩分補給と体を冷やして、ぜひ一日スタートを切っていただきたいと思いますので、頑張るぞ。はい、今年の夏はキュウリで乗り越えましょう。